さん、いや多分たくさん映ってない。まあまあ、でも一瞬でも映れただけで嬉しいんですけど。え、オリックス負けたんや。お、握手会初選抜のお祝いに来てくれるの？やったー、嬉しい、待ってますよ。ミイラ袋ペッシュ何使ってるか分かんない。はい、なんか ASMR の配信みたいになってるやん。こんな公務困難してた。蛍光のうちは見やすいです。あかんね、そう、いや見よう、めっちゃ眠い、もうめっちゃ眠い。眠たいけど、あのみんなと喋りたくなったから喋りました。 MV 撮影の Vlog 撮ってないです。そんな、なんかそんな余裕なかった。なんかあのそろばん、あのもうね、振りとか覚えるのにさ必死でさ、なんか頭になかった、ごめんなさい。余計眠くなる、この櫛の音が。あのジャケ写はあの卸しだったんですけど、あのあれなんだっけ、あのPVMV はくくってるんですよ。なので、はい、なぎさ最高、振り入れ苦労せんかった？いや、した。もちろん、もちろんしましたよ。いつも夜お世話になってます。夜どういうこと？いつも夜お世話になってます。今ってことですか？あー、こんな見えだから、そう。いや、私、デコ出し、ほんまにですか？りーちゃん、休み何してるの？休みの日はもう家から出たくない派ですね。なんか、ほんまに。あの、お家で言いたい。みんなはどうですか？うん。本当に、もう一日中寝てたいですね。はい。寝るの好きなんですよ。でも、なんかショートスリーパーみたいな、あの、生活してます。彼氏いませんよ。彼氏いません。はい。ファンの人が彼氏です。最近、アスカさんのところ行かれてますか？あ、前髪これ、アスカさんに来てもらいました。この間。つい最近。久々に、あんま行ける機会なくて、この間行きました。サラム。お、ハロー、外国の方ですか？そう、みゆも一人暮らし寂しいんですよ。一人暮らしってほんまに寂しくないですか？本当に辛い。実家に帰りたいんですけど、帰りたいっていうか、実家から通いたいんですけど、やっぱ遠いから、早起きとかしないといけないやん、実家からやったら。だから、パワープロ懐かしい。お兄ちゃんと、なんかちっちゃい時パワープロやりましたよ。パワープロの、オープニングの曲めっちゃ好きなんです、私。愛してる。みえも愛してる。愛してます。やっほー。そう、家帰って、そのご飯があるのって本当に羨ましいなと思います。家族の。あと、洗濯物とかも、この期間自分で洗濯、まあもちろんするじゃないですか。干すのほんまにだるいじゃないですか。うん、だから溜まっちゃうんですよね。そう。
本当にさ、大学はどれくらいの時間通ってます？どういうこと？4年間行けましたよ。二人暮らしビギナー？お風呂まだ入ってない。おかしかったんけん行く。あー殴りちゃった。名前呼びます。ここ外して。いやいや無理、絶対外さへん。得意料理、得意料理はハンバーグ。いつもインスタの意味ありがとう。いやこちらこそいつもあのコメント皆さんしてくれてありがとうございます。えほんまにさ、洗濯さ、こないださ同じの3回回したんやけど、干すの忘れてて、あの3回も回した。やっと今日朝早起きして干した。ニッチレイのハンバーグって何ですか？どういうこと？何が？握手会で NG の会話ある？え、ないですよ。何でも話してください。悪口とかやめてください。悪口 NG で。そう、干してなくて。そう、ドラム式なんですけど、私の乾燥機もついてるんですけど、乾燥機で回してもなんか濡れてるんですよ。不良品だから、そのせっかくさ干すのめんどくさいから、なんか乾燥機付きのやつ買ったのに、なんか全然乾燥せんから、だからもう使ってないです。だから自分で干さないといけない。もう最悪ですよ。それやったらなんか普通の洗濯機買ったしと思った。セクシー坊主で写真撮れますか？あ、全然いいですよ。お姉さんウズベク語を話せます。ウズベキスタンってことですか？使い方、多分合ってると思うんですけど、違うんかな。だって新品やったのに、新品で買ったんですよ。やのに、だからもういいやと思って。うん、カタログ見た？何のですか？ウズベキスタン。 Thank you。ウズベキスタンの挨拶って何なんですか？これからも僕を虜にしてほしいです。わかりました。詰め込みを食ってるんじゃない？ああそういうこと。でもな、詰め込んでなかったら詰め込んでなかったでさ、なんか乾燥機って動かないんですよ。もっと詰めろってなんか止まって言ってくるんですよ。ウズベキスタン。じゃ落ち着いて言ったら喋れるんですよ。ウズベキスタン。言えてた？ファンサーお願いします。ファンサー？みんな大好き。こんな感じかな。ホース繋いでる？多分繋いでる。その洗濯機の話、こんな線でいいです。ネイルしてますよ。シンプルです。あ、星が邪魔して。なんか、インスタライブしたらフォロワー増えるってほんまですか？
シンシンさんみたいな早口言葉すれば滑舌よくなるかも。何早口言葉って何か、何がありますか。呪術廻戦。呪術廻戦。あー、呪術廻、あ、無理。無理なんですけど。わざとじゃないですよ、本当に。入れた味は増えるやって。別にそこまで増やしたいと思ってないんで大丈夫です。呪術、アブリカルビ、アブリカブリ、アブリダルビ。難しい。無理かも。赤かかみかみかみ、甘かみかみかみ、きき、無理。特急、きょ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 。あー難しい。無理や。シャーショーシャーシャーショーシャーシャーショーシャー。何これ、シャー、初めて見た。切り抜きからいきました。何の切り抜き。生麦生米生卵は言える。髪染めてますよ。髪染めてます。アナウンサーになれへん。ほんま、最悪、アナウンサーになれへん。最悪とか言って。アンチコミを無視するのは悪手、悪手って読むんですか？アンチなんですか？アンチやと思わんかった。特急を特急、ん？こらったらったらガラタラダルマか。こらったらったガラガラダルマか。ん？間にあるの？こんな早口言葉。ちょっと。わかんないです。服、これどこやったっけ？ダリッチだ。ダリッチかな？ボブはしないかもしれない。なんか髪型のさ、幅が広がらへん。早口言葉だけでか、本当だ、嬉しい。そう、これダーリッチ、しかもあのセットアップです。セットアップ？ワンピース。iPhone Pro Max、I am iPhone 14。ひらがな苦手なの？東京くらい読めれる。私東京なんか言いましたっけ？覚えてない。覚えてないや。何言ったか覚えてない。早く、痩せた。なんかめっちゃみんなに痩せたって言われる。痩せてないですよ。今日みんなに、昨日の公演のさ、お見送り会でもさ、みんなにさ、痩せたみたいにさ、ファンの人に言われたから体重計乗ったけど、痩せてなかったんですけど。みんなそうやってってもっと食べさせる、食べさせる気ですね。自分が AB 型だと思うこと。わかんない。でもやっぱ変わってるってよく言われるから。AB 型なのかもしれない。は？って感じ。でも変わってるって別に、私、変わってるって言われても、へこまないというか嬉しいんです。だって人と一緒やと思わないじゃないですか。変わってるって言われて全然やった、人と違うって思います。おやすみ、おやすみ。二重人格ではないです。私ずっとこんな感じです。初見です。痩せた。痩せました。しら、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 しら。特許を特許ってずっと言ってた。あ、ほんまに？全然気づいてなかった。全然スタイル良くないですよ。私、肩幅ほんま広いんで。一緒にいても楽しいだろうなって思う。そう。私と一緒にいたら本当に楽しいと思うんですよ。だから
一緒にいてください。アンジュの口の怖いの、あ、その現場にいた。そう、見やしてん、うん、そう、肩幅めっちゃ広いんですよ、私。やばいですよ。でも肩幅が広いおかげで顔が小さく見えるらしい。だからいいんです。みえ、ウズベキスタンどこにあるか分かる？え、わかんない。どこにあるんですか？めちゃくちゃ可愛い。やった！好きになってください。握手会何回って覚えてもらえますか？いっぱい会いに来てください。いっぱい会いたいから、覚えないふりしよう。覚えてないふりしよう。もう2個小さいんですか、私。そう、水泳やってた、水泳やってたんです。こんばんは。やばい、もう眠いかも。あと5分ぐらいで終わろう。宇宙ライブ日曜にお願いします。一応言っとく、一応言っときますね。うん、ぷぅぷぅぷぅ。サメを揃え、このさ、イケアのサメめっちゃ良くないですか？もうみえ、これがないと寝れないんですよ。もうこれを、もう、締め付けるようにして寝てる。マジで、みんなにおすすめしたい。この、イケアのサメの抱き枕を。本当に、本当に、やばいから。もうこれを抱きしめたら、もうすぐ寝れるの。はい。こんばんは。え、マジでやばいんよ。こいつ。今はちょっと踏みつぶしてるけど。踏みつぶすのも、いい。今何してるか教えてあげますね。串と串をこうこうやって。みんな寝ちゃうの？みんな寝ちゃうんですか？へえ。大学時代持ってた？え、わかんないです。想像にお任せします。みんな寝るって言ってる。え、悲しい。私に踏みつぶされたいと独中中なんですか？踏みつぶしてあげますなんて言われて喜ぶ人なんていないですよ。11時ってさ、全然さ、まださ、起きてる時間じゃないんですか？私がおかしいだけですか？まずお風呂入る。これが、終わったらお風呂入ります。しんちゃん、いや好きですけど、そんな、なんかめっちゃ好きとかじゃないけど、へそちら、そう、ここが、このここが空いてるんですよ。見て、カエル。
ド M なので踏み潰されたいです。え、でも私もド M なんですよ。はい。明日も朝早いし、ちょっとこれ終わってもうダンスの練習しなあかんから、ちょっとやばい。正直こんなことをしている時間じゃない。時間じゃないというか。カマキリじゃないですよ。これは、カエルですよ。しかもこっち向きのカエル珍しい。しんちゃん二つでしんしん、どういうこと？そう、カエルなんてしてる場合じゃないんですよ。でもせえへんやって、しますよ。しないとやばいんですよ。今日はお仕事終わってさっきうどん食べました。うわ、なんかすごいことになった。みゆみゆみたいなものになりたい。え？ほんまにやめた方がいいですよ、私みたいな。私みたいな女は女の子に嫌われちゃう。だからやめといた方がいいです。はい。先輩とか、先輩の女の先輩とかからいじめられちゃう。学生生活の話ですよ、今のは。ルンルンダンス。NMB の先輩方は、すごい優しいので、受け入れてくれます、私のこと。そう、女の子に嫌われても、そうなんですよ。いじめられて、じゃあ学生の時に、いじめられるっていうか、嫌がらせみたいな。そんな毛量、いや私毛量今日さ、少ないと思ってた。毛量少なくなったと思ったんですけど。え？多いんや、まだ。でもエクステついてるから、地毛これやし。男の子に好かれるでしょう。たくさんのね、あのファンの方に愛されてます。確かに、あのあれです、私ね、この占い、あのファンクラブでは話したことあるんですけど、あの占いに何月やろ、3月ぐらいに占いとですけど、あのなんか生年月日とか名前言うじゃないですか。じゃあもう本当にその男の人に愛される星に生まれてますって言われた。めちゃくちゃおもろくない？本当になんか人から愛される星に、男性、特に男性にみたいな言われたから。すごいですよね。おもろない。だからそのアイドルでよかったと思いました。占い師さん言うのね、女の子だけどみーちゃん好き。本当ですか？ありがとう、嬉しい、優しい。ツアーリハ楽しい、楽しいですよ。ダイエットモチベーション、あー流れちゃった。え、私使う全然痩せてないのに、そんなこと言ってくれてありがとう。アイドルですって言ったの、言ってないですよ。やばい、眠たくなってきた。
8時頃になったら終わる。一人っ子。間違えた、嘘ついてもた。4人兄弟です。ちょ、もう眠すぎて嘘ついちゃった。4人兄弟です。あ、ね、今日小島選手が投げてましたね。握手会って、三重同盟？三重同盟？どういうこと？くるみ頑張れって言ってください。くるみちゃん、頑張れそう、4人兄弟の末っ子です。よろしくお願いします。何カップ？わかんない。ヤクルト1000ちゃんと飲む。ヤクルト1000は、この間まで1週間ぐらい毎日飲んでたけど、なくなったから飲めない。ヤッホー。You are so beautiful. Thank you. なんで友杉選手好きなの？なんで？え？ロヒアサー選手も好きですけど。なんで？なんか推しに理由とかありますか？皆さん。いや、あるか。あるか。なんやろ？なんかプレイとか見て好きになりました。できすぎともすぎくん。でも、その、ヒーローインタビューとかで、それ、できすぎともすぎって言ってるのを聞いて、何この面白いこと思って、何この面白い方ですね。方と思って。今年の行方は誰が欲しい？どうせ、あれでしょ？わかりますよ。って言うと思ってるんですよね。その、推しとかは、その、推しはいないですよ。高校時代が好きなので。でも、ほんまロッテとかみんな箱推しですよ。基本箱推しみんな大好きです。みんな大好きなんですけど、みたいな感じです。はい。お。女の子兄弟、男、お兄ちゃん、お姉ちゃん。お兄ちゃんで私です。あ、山口選手巨人ファンやったんや。今日巨人勝ちましたよね。ミユリ可愛いと見たことない。ちょっと待って、アイコンミユじゃない、アイコンがミユじゃないのに、へーん。で、そろそろ終わりますね。皆さん、夜遅いのに、見てくださってありがとうございます。たくさん寝てください。なんかニヤニヤしてるけど。はい、また明日からも。明日は水曜日ですね。はい、明日からも頑張りましょう。みゆは今からもうダンスを頑張って覚えます。そして明日も早起きで。はい。というわけで。人生2回目のインスタライブありがとうございました。はい、毎日リハあります。結局1回もコメント読まれなかった。10回以上読んでた人いたの。今1回読みました。おめでとうございますごめん、そんな、でもな、選んでるつもりないねん。ほんまにさ、目に入ったやつ読んでるねん。ごめんね最近ハマりそうです。最近ハマってください。かけながら応援します。ありがとうございます。はい、もうやばい
俺も読まれなかった。ごめん、本当にごめん。じゃあもう次から全部読む約束する。うん、ほんまやで、ほんまに約束するから、だからまた来てください。いや全部読むわ、もう次から。こうやって全部見てるんやけどな。と、はい、皆さん今日一日、今日一日も守れない約束、ほんまやもん、ほんまに全部読むもん、全部読んで、全部全部読むし、あ、もう眠い。はい、皆さんスクショタイム、はい、ちょっと待ってな。はい、 OK ですか、取れました。最後にも、はい、ありがとうございました。そうなん、バイバーイ。